芸人のか、誰だけど質問ある？寝れないから適当に構ってくれ。芸人の名前。さすがにそれは言えない。吉本だよ。どういう経緯でっか。飲み会。有名人と飲み会って、どうやればできるの？もともとお笑い好きだったんだけど、たまたま飲み屋で芸人と知り合った。テレビ出てる？あんまり有名じゃないけどたまに。うええ。スマイルじゃないよ。吉高さん結婚してるしね。ディスカした？しないよ。いくらもらってるの？全部出してもらってるけど、お金もらってはないよ。大阪で活躍してる？大阪だよ。アサゴエボエ、ギブソン、八百屋の人。どっちかというともっと若手。大阪行くから遊んでや。何の需要もないからやだ。上沼恵美講座がラテルってほんま？知るかそんなん。けど芸人の裏話とかはよく話してくれるよ。詳しく。話せるかよバカ。君20歳くらいやろ？ 23。だろうな、なんかがさつやし。しっとりしてないわ。おやすみかきたれさん。しっとりしてなくてごめんね、おやすみ。M1 何回戦落ち？見バレ怖いからアバウトになるけど、3回戦までの間に落ちてる。ボケ？ツッコミ？ツッコミ。漫才？コント？コントもしてたはずだけど漫才中心。ダムケンファミリー？違う。芸人って普段から面白い？面白いよ。その人のつながりで、いろんな芸人と会ったりするけど、みんな面白い。舞台衣装スーツ？普段はスーツだよ。オールザッツ出る？知らんけど多分出ない。オールザッツも出れへんの？私がこんなん言うのもなんだけど、難しいんだぞ。いやわかるけど。10年も経ってない。定期的にライブやってるん？ライブはしてるよ。バイトは居酒屋だったと思う。住みとかは見バレ怖いから言えないけど、大黒町住んでる芸人は本当に多い。東京行きたい言うてる？行ってない。東京から先輩来て会わしてもろた？東京から先輩来た時、飲みとかは誘われる。なんで結婚しないの？結婚願望あんまりない。やるときに言う面白いことって、例えば何言ってくるん？難しい質問。普通にちょっとおちゃらけてるって感じ。ずっとおちゃめ。ほないこか、とか、往生しまっせ、とか。それ言われたらなえるわ。夜の仕事してる？夜の仕事はしてない。吉本、飲み会、大阪出身、ココリコ田中やろな。変な声出た。それは以上で終わっていました。お次は2015年の7月に建てられたスレをご紹介します。元お笑い芸人だけどなんか質問ある？見バレしない程度に答えるよ。売れなかったのか？全然売れなかった。当時の月給は？芸人のギャラってことだよな。一番多かった月で4万くらいかな。今はバイトリーダーか。今はフリーターだよ。どこの事務所だったん？もし弱小事務所だったら見バレすることになるし、仮に吉本でも言わない。やっぱ関西人なのかな？違う。何年やってたの？10年かな。芸人でなくても事務所に入れるの？吉本とか、スポーツ選手やアイドルも所属してる。テレビ出たことある？ある。10年って言ったら、バレるんじゃないの？いつ辞めたか言ってないからバレないよ。人の、ましてや雑魚の芸歴なんか、いちいち覚えてるやついないし。セブンでバイトしてる？してない。コンビニなんかで絶対しないわ。そうなんだ。隣の近所のコンビニで、昔テレビで見たことあるなーって芸人がレジしてたから。そりゃコンビニバイトしてる芸人は、いるに決まってるけどね。そういうやつはうまく説明できてるんじゃないの。それか、店員が芸人ばっかりのコンビニとか、あると思うよ。10年間もちろんバイトしながらだよね。生活できたの？オーディションとか急にあったりするから、前日に休んだりできる日雇いありながら。普通のバイトは、俺はルーズだから、いい加減になると思ってできなかった。先輩に飯呼ばれたら全部行ってたから、食いっぱぐれたことはないな。食費はバイトしてる時の昼飯代くらいかな。売れてないイコールテレビで見ない、じゃないだろ？栄養とかも全然なかったの？栄養いっぱい行って、月給最高4万だよ。テレビに出たり、舞台だけでもコアな人気が出ないと客がつかないし、お前来てって指名されるわけない。ファンはいたけど、テレビ出ないと基本かなり厳しい。先輩はやっぱ金持ってる？先輩ってもいろいろいるからね。飯連れてってくれた先輩は、普通20万くらいにくくっても、全部出してくれた。ちょっとは遠慮しろよとは言われたが。ピン芸人だったの？どっちも経験がある。俺の性格上ピンのが良かったけど、それがダメだったのかも。今20なんだが芸人になりたい。全然なりたかったら目指してもいいと思うな。年齢関係なしに。俺はもうやらないけど、最高に楽しかったしね。元はなんでなろうと思ったの？ふとお笑い芸人になろうと思った。昔からなりたかったわけではなく、急になろうと思って、いつ頃に養成所行こうかなって決めた。だから俺は養成所通って芸人になった。今はその先輩たちとの交流はないの？ない。新しい芸人いっぱい入ってくるしね。でも10年間で最高月収4万ってすごいね。そんなやついっぱいいるよ。マシとは言えないけど、もっとひどいのは割といる。芸人で培った経験は、その後活かせそうか？多分芸人じゃなくどんな職ついてても、人生は似たようなもんだったと思う。俺が元芸人だと気づくやつは、顔見知りの芸人以外まずいないし、言うこともないしね。無駄にしたとは思ってないけどね。俺専門行ってたから、その気になればすぐ普通に暮らせるようなスキルはあるんだ。なんか冷めてるね。そんなもんだぞ、辞めたやつと遊んでる芸人なんて、いないんじゃないか。
特に大きな事務所なら、いくらでも先輩同期から誘われるからな。あとファンも選び放題で食えるし。今はいくつ ?30 代。今はフリーターなんだっけ？定職に就かないの？フリーターでも苦労してないから、しばらくはこのままでいいや。属するのは嫌だな。大御所と絡んだことある？あるよ、うちはイベントでだけど。売れなかった芸人ってなんだと思う？面白くなかった。だから事務所がいまいちだと思ったから、押さなかった。オーラがない。どこか事務所から見て気に食わないところがあって、押さなかった。まだあるけど見バレするから、言えるのはこの辺だろうね。知れば知るほどクソみたいな業界だな。むしろ芸能界では一番マシなんじゃないか、芸人って。俳優とかモデルとかアイドルに至るまで、スカウト、出来れ、コネ、七光ばっかじゃん。本気で頑張ってもなれないのよ。芸人は頑張ったら一応誰でもなれるけどね。なるほど。事務所が動かんとどうしようもないのか。そうだよ。弱小はそれだけで厳しい。他事務所で枠消えるし。大手だって枠多いけど、その分芸人多いしね。逆に裏でも態度でかくて苦手な芸人は？それは言わないでおくわ、いるけどな。でも愛車の T ってコンビの F は、マジ、してやろうかと思った。裏というかプライベートで、スーパーの駐車場で車庫入れが下手だと、ボロクソに罵られた。お前のギターの話なんか聞きたくないんじゃ。中途の福田。ごめん、福田さんじゃないわ。よく見たら当てはまるな。同じ現場だったことあって、緊張してた俺に、ガムカムってガムくれた優しい人だよ。いい人だな。あの人は優しいってイメージしかないわ。壁作らないしな。会社の同僚に、昔、吉本にいました、爆笑問題の同期です、っていうやつがいた。同期連中の中でも、はっきりと違いがわかるくらいに輝いていたとか、そんなもんなの？爆問って吉本じゃなくない？デビューが同じってこと？まあ今テレビ出てるようなやつは、全員オーラが違うと思う。ラッスンとかもな、全然面白くないけど。え？爆笑問題って吉本じゃないの？詳しく知らんけど、その同僚は、あいつらは輝いてましたよ、って言ってた。爆問ってもともとコンテストに出てたのを見てた太田プロがスカウト、その後で独立でしょ。その同僚編だよ。オーラってなんだろ？合わないとわからんものかな？芸能人オーラってやつね。養成所にもそういう評価があったりするからね。スター性とか。全国放送に出演したことある？ないと思ったけど、M1 の番組でチラッと映ったことはある。ローカルやネット番組なら結構ある。今でもお笑いは好きでいられてますか？もう一般人の視点でしか見てないけど好きだよ。スレはこの辺りで終わっていました。続いてはこちらのスレを見ていきましょう。お笑い養成所に通う芸人だけど質問ある？頑張ってるでー。大手？そやで。バカみたく高いやろ。親が払ってくれた。出世払いや。ほへえ。養成所に通ってる時点で芸人と言えるの？アルバイトの面接では芸人言うとるわ。芸人候補生やな。養成所が一番辛そう。頑張れや。辛かったり楽しかったり、まあ頑張っとる。常日頃からなんでやねん欲を鍛えるんやろ。みんなといる時から試合やな。全員が笑いのことしか考えてないから。仕事来る？まだコンビすら組んでない。どうせ売れずに、フリーター負け組人生送るんだから、やめたらいいんじゃないんかね。そうなるやろな。まあダメならダメで、地元でタクシーの運転手でもやるわ。それも悪くない。夢を追うことが人生や思とる。駐車場経営儲かるぞ。時持ってないわ。こういうのって、ネットであげたらいけないんじゃなかったっけ？え、マジか。特定されんようにやらなな。サインくれ。練習してるでー。冷静に考えて、売れると思うんを。M1 しかないのよ。センスあるツッコミとコンビ組んで、M1 で優勝。簡単じゃないな。キャラで売れるような感じじゃないから。センスあるツッコミって、スレ主的には例えば誰？タカ&トシのトシさんとかかな。銀シャリの橋本さんもすごい。4月入学？それとも9月？ 4 月やで。素人に、なんか面白いことやってや、って言われたらどうするんや？無視するやろな。反対されんかったんか？母親は反対してたな。殴ったら賛成してくれたが。かっこ困惑。いや待てギャグかもしれん。そうか。Y 的には、母親を殴って納得させるってなんやねんという、渾身のギャグやったんやが、まさかまともに取られるとは思わんかったわ。あ、本当は違うのね。ここにネタの動画あげてもいいで。ネタは作ってるけど、人前でやったことはないな。最低でもアンジャッシュより面白くなれよ。渡部はバカにしてるが、小島さんはなかなか超えるのは難しいと思うわ。ネタもすごいしな。仮にもウンバと王者やし。すごいわな。渡部は Y の周りもみんなバカにしてるわ。ああはなりたくない。芸人がああなったら終わりやろ？おもんないな。常識を知ってるから、非常識な行動取れるんやぞ。そやな。ええこと言うわ。やっぱり養成所には天才言われるやついる？それはわいやな。冗談抜きにして。テレビデビュー楽しみにしとるぞ。何年後かやな。待っててくれや。コンビ名決めろや。なかなかいいのが思いつかん。コンビ名はマジで大事やからな。小説の一節、カッコフットボールアワー。二人の共通点、カッコチュートリアル。二人の名前、カッコウィアハギ、エトセトラ。いろいろときっかけあるし、なんならそん時流行っていたものや、二人の好きなものでもええんやで。
現には芋、文化祭でサークル仲間と即興コンビ組んだ時も、二人の好きなものにちなんで、コンビ名アポロの爆弾にしたし。なるほどな。アポ爆、ただ滑り合ったけどな。渡部はお笑い芸人というより、ガイド&解説タレントとして稼いどる。金を稼ぐのは立派な、それは才能や。あくまでもタレントとしては優秀かもな。なりたくないが、年間5億もらっても、あいつになりたくないわ。後輩にバカにされる芸人って勝ちないやろ。でもスレ主よりはおもろいで。渡部レベルにはさすがに勝ってるわ。なんで渡部バカにされるんや。教養も人を笑わせるツッコミ力も高いやん。教養か？ただ単に野球や食べ物に詳しくなって、テレビ出てるだけやん。ああいう売れ方は一番若手が軽蔑するんや。今一番面白い芸人は誰だと思いますか？カズレーザーはみんな評価高い。バカに見せてめちゃめちゃ頭いい。自分で自分面白いと思う？センスは負ける気はない。ただ、カノエイコーとかアバレル君とか、ああいうタイプしか若手は売れないのよ。上にいじってもらうしかないから。上がどんどん引退してくれたらええんやけどな。生が大事ってやっぱりトーク。渡部とかアドリブ聞くしおもろい。あれは周りが一流やから面白いんやぞ。いじりが上手いから、あの程度のツッコミなら、キャリアからしてできて当たり前。Y の方がツッコミを思いつくのが早い。有吉がアドリブタイプやな。ネタだとクソつまんないが。入る養成所は迷った？どうやって決めた？友達と相談したな。吉本は避けた。人があまりにも多そうやから。吉本以外の大手ってことは、鍋プロ、松竹、このあたりか。さすがに事務所名は控えとくわ。まあレベル的にはそんな感じ。シュール系って、真顔で普通のこと言って、相手が面白く受け取ったり、いじってくれたらラッキー的なスタイルやろ。ゲイでもなんでもない気がするんやけど、シュール系でおもろい芸人いるんか？シュール系っていうかまあ、自分で笑いを取るスタイルのことかな。渡部とか狩野英孝とか、ああなったら終わりやろ。もちろんあれはあれで技術を要するのはわかるけど、同じ芸人からするとああいうのはカスなのよ。やっぱり同業者に尊敬される笑いをやりたいわ。オンジェイブラザーズで行こう。意外とありやな。40過ぎても、売れないと若手言ってる業界やけど、売れなかったら何歳まで続けるつもり？ 30 までに売れるのが理想的やな。せいぜい35までには売れないかんやろな。なお長野。シール系にしてもちゃんとトークできなきゃいかんし、センスある言うてる割にはここまで平凡なことしか言ってない。君が渡部より面白いとは思えへんな。ちゃうねん。スマホが打てないねん。割とガチで。は？やっぱ渡部さんなんだよな。ワイは尊敬に値する人間にはとことん礼儀尽くすけど、カスにはカスへの対応しかせん。なんやろな。お、こいつ目の付けどころちょっとちゃうな、とか思わせるレスが一つもない。別に笑わそうと思ってレスしてないんやが、誰も笑いを取れなんて言ってない。センスある芸人って、絶対人と違った目の付けどころやったり、ちょっと違う言い回しとか持ってるやろ。君、俺から見るに凡人やで。センスあるなんてほざいて努力もせず、売れ方にこだわってたら絶対売れへんで。一人の一般人の意見として受け取ってくれや。一つの意見として受け取っとくわ。ありがとな。ウーマン村本よりは、スレ主を応援しとるで。おう、頑張るわ。スレは以上で終わっていました。お次は2023年の6月に建てられたスレを見ていきましょう。東京の吉本の芸人なんだけど何か質問ある？最近やんできた。特定されるような質問は答えられぬが。どういう芸風？ツッコミがないとしか言えない。賛否両論な感じ。NSC 勢？もう卒業してるよ。所属してる。月収。最高7万。バイトめっちゃしてる。M1 何回戦まで行った？賞レース一度も1回戦以上行ったことない。ぶっちゃけコンビ組んだら、決勝行きたいと思ってる？もうすでに組んでる。賞レースは諦めてる。なんか完全に違う路線行ってる。賞レースの未来が、全く想像つかなくて見えないから、行きたいと思わないけど、優勝賞金と給与が爆上がりするシステムだけは手に入れたい。東京吉本の天才って言えば、オリラジ中田とかいう歌だろ。そうなんだ。なんか、NSC の授業で、オリラジは天才って習うな、あとキングコング。南キャンの山里は、努力家ですごいとも習った。自分はもうなんか全員すごくて、芸人を見たくない。Y の高校の同級生が、NSC 入ったポイントやがどう思う？高校の時は、全然面白いやつって感じではなかったんやけど、芸人なるやつって、昔からおもろいやつばっかなんやろか。みんなの昔を知らないからな。なんか昔は地味でしたとか言ってる人いように多いけど、実際パリピみたいな痛いノリで、劇場で風吹かせてる人多いし、ある程度コミュ力ないと無理だと思うけど、今 NSC 講師優しいらしいから、やっていけるんじゃない？知らないけど。こんな水族館は嫌だ。どんな水族館？この大喜利でボケてみて。うっこ。つまらんって言われたくないから予防線張ってるのか知らんけど、本気でおもんないな君。芸人やめた方がええんちゃうか。本気だよ。大喜利できないネタ書けない。全員にすら及んでへんやん。大喜利のみならず、全般的にアドリブ鍛えた方がええで。鍛えられればいいけど無理。できないものは潔く諦め立てるよ。どんだけ頑張っても上には上がいる。上には上がいるというか、下すぎて話にならんって言ってるんや。日常生活においてすら、おもんない奴扱いされてるレベルやん。
他の芸人見て研究しまくるか、それすらきついんやったら転職すべき。別に面白くなくても芸人続けていいじゃん。どうせ食えないだけなんだし。いやええんやけど、何が君をそこまで駆り立てるんや。芸人やりたいというより今の生活が楽すぎて、このままでイヤーを続けてる感じ。実際ライブとかは死ぬほど緊張するし、出た後受けても滑ってもやむくらいには向いてないけど、新たないからほぼ休日でめっちゃ愛。ネタは相方か作家が書いてるん？完全に相方だね。ネタは書いたことない。なんぜ芸人公言して売ろう。たくさんいるよ。吉本って所属タレントだけで6000人もいて、芸能界で一番大所帯なんやろ。そん中から事務所に押してもらえるなんて奇跡やろ。意外とそんなこともない。メンタルさえやられなくて仕事欲しいという気持ちを出せば、意外といける。あとはみんな言うけど本当に運。NSC ってどんな勉強するの？というかお笑いの作り方の理論とかがあるの？ない、発声とかあるけどほぼ意味ない。ネタ見せで講師にボロクソ言われて、度胸を鍛える感じだった。学ぶものはない。ありがとう、そういう感じなのか。もっと体系的なカリキュラムがあるのかと思った、かっこ形式的なものだとしても。工場委員会に出るときは、何J にすれ立てて教えてね。オーディションには行ったことあるけど落ちた。アイドル食ったことある？女だからない。流れ変わったな。女芸人って性に奔放ってマジ？その辺の女性と同じだと思う。やっぱり女芸人ってモテる？モテないと思う。男芸人狙ってる人はかなり多いイメージ。わい女芸人で爆笑したことあんまないわ。A マッソ見ても加納可愛いってなるし、玉浦学園見てもリナちゃん可愛いってなるし、エルフ見ても荒川可愛いってなるだけで、おもろいというよりほっこりして笑顔になってるわ。その笑顔だけで嬉しいよ。暇な時は、売れてない女芸人のツイッターを巡ってるわ。みんな普通の女の子なのに、ライブ出たりネタ見せ行ったり大変そうやね。どの男芸人が人気なの？ひょろがりメガネはなぜか問答無用で大人気。堂前とか長見みたいなの？そんな感じが本当に人気。一般的なイケメンみたいな人よりも人気。吉本の養成所は、めちゃくちゃ性が乱れてるって話は本当ですか？昔はそうだったかもしれないけど、今そんなことしてたら、噂すぐ広まって気まずくなるよ。そういう人はすぐ辞める。裏ではあるのかもだけど。芸人続けるか、Y に永久就職するならどっちがいい？正社員に就きたくないし、芸人で適当なライブ出て、少しだけお金もらって、週2でバイトしてる、ニートみたいな今の生活崩したくない。正社員じゃない。Y の、よ、め、さ、どう？婚約者いる。もう10年くらいやってるやろ？やってない。芸歴何年くらい？5年より行ってないとしか言えない。可愛いなら芸人やめて、YouTube とかで可愛い動画撮ってよ。どうせ女でほんまにおもろい人おらんと思うし、キュンキュンさせてくれ。可愛くないしいじられもしない、一番芸人として最悪な感じ。まあてか面白くない芸人って何ができるの？ってなるから、早急になんとかした方がいい感はある。それは以上で終わっていました。売れるのはほんの一握りなので、芸人さんも大変なのでしょうね。皆さんは芸人になってみたいと思いますか？